ヨルクは、ドイツ海軍の総甲巡洋艦ローン級。艦名は、プロイセンの将軍、ヨハン・ダービット、ルートビヒヨルク・フォン・バルテンブルクにちなむ、ブロームーンとホス社で1903年2月寄港、1904年5月14日浸水、1905年11月収益。 1911年10月1日から1912年2月26日まで、後のドイツ艦隊司令長官、フランツフォン・ヒッパーが艦長を務めた。1913年3月4日、ヨルクは訓練中に水雷艇 S178 と衝突した。ヨルクの損傷は警備であったが、S178 は沈没し66名の死者を出した。ヨルクと戦艦、 オルデンブルクが15人を救助した。1913年5月にヨルクは退役し、予備役となった。ヨルク上院の多くは、巡洋戦艦ザイドリッツに移った。1914年8月12日、ヨルクは最終役し、第3偵察軍に配属された。11月2日から4日までヨルクは、ヤーマス襲撃を行った、艦隊支援のための出撃に備えて、 ヤーベ川川口に停泊していた。11月4日、ヨルクはビルヘルムスハーフェンへ向けて出港した。濃い霧の中、ヨルクはドイツ軍が付設した機雷に触れ転覆沈没した。乗員336人が死亡し、解剖戦艦ハーゲンによって381人が救助された。ありがとうございます。